学芸部門で優れた成績を収めた児童や生徒に今治市から賞状が贈られました。今治市教育委員会は児童生徒の努力をたたえ、市内の子どもたちの学習意欲を高めようと、学芸部門で優秀な成績を収めた児童生徒を毎年表彰しています。今年度は県や全国公募の絵画、書道、作文などで優れた成績を収めた12人が選ばれました。この日は監視庁から児童生徒一人一人に賞状と記念品が手渡されました。時は小学校6年の三好美咲さんは第65回全国少年新春書道展で特選に選ばれました。特に気をつけて一画一画。聴覚障害の祖母と橘小学校6年の伊藤翔真くんは心の輪を広げる体験作文で優秀賞を受賞しました。都留小学校3年の飯野大輝くんは第5回親守り歌全国大会で優秀賞に輝きました。これからもお母さんを助けていきたいなと思います。朝倉小学校4年の加藤大地くんは第43回ご飯お米と私作文図画コンクールで愛媛県知事賞を受賞しました。浪方小学校3年の田中玲くんは第12回平山郁夫美術鑑賞絵画コンクールで絵日記部門大賞に輝きました。亀岡小学校5年の井出雄也君は第21回バケツ稲栽培オリンピックで愛媛県知事賞金賞を受賞しました。工場の方々が近見中学校2年の森春人君は全日本中学生水の作文コンクールで経済産業大臣賞と愛媛県知事賞に輝きました。無駄にしないんよ。なので立花中学校2年の野田優斗君は第65回全国少年新春書道展で特選に選ばれました。同じく立花中学校2年の藤本ゆめなさんも第65回全国少年新春書道展で特選に選ばれました。西中学校2年の福島花さんは愛媛の未来を開く少年の主張大会で最優秀賞を受賞しました。北高中学校3年の日垣衣さんは第60回水道週間検証募集で日本水道協会会長賞に輝きました。今治明徳中学校1年の井出彩香さんは第24回日本習字展で官報大賞を受賞しました。この日は監視庁が受賞した児童生徒たちに、皆さんは今治市の誇りです、今回の受賞を励みに今後も絶え間なく努力を続けてくださいとエールを送っていました。